後ろがもう人数少なかったのでもう自分で行こうって思ってマルキからボールクロス信じてたんであと決めるだけでした。
J リーグ初ゴールおめでとうございます。ありがとうございます。本当に見事な印象に残るゴールでした。あのあたり振り返ってください。いやまあ最初三尾さんとか不利だったからパス出そうかなと思ったんですけど、でまあ点取れなかったんでシュート打ちました。この後もどんどんシュートを狙っているシーンが目立ちましたが、いやまあシュートを狙っていったんですけど、でまあ1点しか決めることができなかったんで、どんどん点を取れるように頑張っていきます。J リーグ最速10ゴールということになりました。感想を聞かせてください。決めた時は忘れてたんですけども、試合中に思い出して、ちょっと僕も持ってるなと思いました。そしてさらに個人の記録で言えば、あの秋田選手の20得点を超えました。感想を聞かせてください。それも試合中に思い出して、一つずつ秋田さんの記録を超えたいと思ってるんで、一つ超えれて嬉しいです。
タクからもらっとったんですけど、タクがマルキを見てたんで、そのままの流れでゴール前に行ったら、すごくいいボールくれました。はい、以来およそ5年ぶりのゴールです。そう、まあ元々点取る選手じゃないんでね、まあ、長かったですけどまあ点取れて良かったです。
ール感想を聞かせてください。 あまり点を取るイメージはないと思うんですけど、これから少しでも点取れるように狙っていきたいと思います。
今日は宮崎からはるばる親がね駆けつけてくれたんで頑張りました。もうちょっとボールはちょっと難しかったんですけど、とりあえずもう入ってくれという気持ちで打ちました。